今回は406話つかめお前の個性について、読者の反応集を紹介します。高評価チャンネル登録励みになりますので、お願いいたします。それでは本編へどうぞ。ダコバすごいことになってる。ハガクレちゃんかわいすぎる。駄菓子にぎわで掴んだ、個性の革新。灰になってやがる。ダコバのジャシュリーめっちゃジャシュリーじゃんてかでかくね。周りに赤ちゃんみたいなのいるけどどんな個性なんだ。つかめお前の個性かっちゃん自分のことお前って言ってる？マスキュラー線のデクも言ってたな。お前の原点を思い出せみたいに自分を奮い立たせるやつ。爆豪のかっちゃんは笑った。二代目の名字は工藤つか爆豪のかっちゃんって。いかん。どうしても西の肌が浅黒い。せやかて工藤とかいう名探偵が頭をよぎる。せやかてオールフォーワンよ一はもうおらへんのや。これで平時読みの名前とか来たら笑う。かっちゃんアドレナリン出すぎて灰になってない？自分のことかっちゃんっていうしテンションの高さがやばい。はがくれちゃん青山くんの上着着てるかわいい。二代目とかっちゃんやっぱ意図的に似せてたんだな。爆豪めっちゃ灰だな。やっぱお前が弟殺してるんかい。比喩じゃね。弟を監禁して押さえつけ奪う個性を悪用して裏社会を牛耳り悪事を働いた結果、弟を失ったんだろう。お前のせいだ的なニュアンスっぽいよね。実際の余一のシーンがどうだったのか過去編詳しく知りたい。あ、それならもしかしてオールフォーワン強毛がやらかした感じ？以前もレジスタンスの味と爆破を、自分は命令してない自分秩序を持った人間がやったって言ってたし。長年かっちゃんかっちゃん言われ続けてきたのが染みついてるかっちゃんはロタ。ふーん、やっぱ余一殺したのオールフォーワンなのか。じゃあこの涙は一体？この時点で余一は死んでる。そして個性は二代目通ってもう三代目にあるのかな？じゃないとオールフォーワンにここで取られてるよな。自分でかっちゃん言う爆豪見てデクちょっと引いてそう。デク僕がいっぱい呼んだせいでごめん。余一ならもういないって二代目が言ってるからオールフォーワンに事後報告じゃね。二代目の名字工藤か名前は何だろう。数字の2が入ってるような名前だよな。自分からかっちゃん名乗り出したぞ爆豪。キャシュリーの周りにちっちゃい子供みたいなのいる？でっかい赤ん坊みたいなのもいるな。個性気になるね。大小様々な赤ん坊攻撃を放ち続ける個性だとしたら、指増殖の乱、トゥワイス増殖の乱を経て再びアニメーターが苦しむ。釣り目ツンツン尖ってる髪型。余一の個性ワンポールを持っているデクに手を差し伸べる。がよっぽど地雷なんだな。爆豪昔は幼馴染全員にかっちゃんって呼ばれててデクと仲が最悪な時に呼ばれ続けても嫌な顔一切してなかったり雷にからかわれても OK だったから実はかっちゃん呼び気に入ってる。四輪駆動とか二輪駆動って言葉あるからやっぱり二代目は車とかをイメージしてるんだな。バイクのフルカウルはデク自身が考えたけど単にキャラデザが似てるわけじゃなく作中内でも似てるってことが明記されたわけだけどやっぱり血縁関係とかあるんだろうか。血縁というよりワンポール弟に群がる一番の虫って存在なのが似てるんじゃね。オールフォーワン的には工藤が余一を連れ出さなければ余一は死ななかった。こいつのせいなのかな。キャングオルカ頑張ったな。オールフォーワンが与えた個性関連で間接的にか完了は継戦中の流れは前のダビ完全沈黙プラストガ分身消失からの流れかな。トガとは離れた一の三層の面々が映らないのはトガ分身消滅に枠が含まれてるんだろうか。腹に傷を負ってたマウントレディとか大丈夫なのか気になる。爆豪と二代目が似てるなら、あの弟にシリーズの画像もやっぱり。爆豪と工藤名前も似てる気がする。オールフォーワンは間違えて弟を殺したのかな。爆豪と二代目の顔が似てるってより二代目に向けるイライラの総量と爆豪、および弱者に向けるイライラの総量が近いから急激に若返った脳が誤認した感じかと思った。爆豪のかっちゃん。イズクを追いつけるかなって思いに対して今追い越せる気がするとか。デクと揃ってさらに向こうへとか爆豪ほんまお前の脳内の幼馴染み率。オールフォーワンまた口裂けててくさ。爆豪とデクここでじゃなくて手を繋いでたんだな。つかやっぱりここかはポチャと似せたのも意図的か。オールフォーワンダークシャドウのこと本当に高く評価してるよね。パワー系大好きよな。
明確な弱点はあれどほぼ無制限のパワー、そして本人にダメージなし。使いこなせればこんな便利な個性ないしね。マクゴウマタデクのこと考えてる。ついにしがらきと村がまともに戦闘する感じか。また久々首に手をやるストレス反応しとるな。早速爆豪のかっちゃんがトレンド入りしてて草声に出して言いたい日本語。オールフォーワンがエンデバーと並べてダークシャドウ上げてるのなんか嬉しい。ダークシャドウは強くてかっけえからな、もっと見てー。悲しいのはオールフォーワンが光系の個性持ってるから相性が悪いあたりか。お膳立てありとはいえトップヒーローと同列に語られるのはすごい誇らしいことやしな。みんなでここまで削り切ったことがオールフォーワンの焦りとかにも繋がってていいわ。さらに向こう絵が良かったから T シャツ作ろうとしたら見開きじゃなかった。見開き認定しろって思ったね。モブ扱いで無視して石ころという相手が一番憎いのにそっくりって何かざま。エンデバーに並んで出てくるダークシャドウのポテンシャルの高さよ。正直爆ゴート2代目は過剰書きマジック駆使しなきゃいけないくらい見ても見つかない。ただワンフォーオールゲットを邪魔するしつこい金魚の糞という要素だけでマジック成立するくらい、オールフォーワンの中でその要素が強いんだろう。一応外見は手癖じゃね。主に白ダビのせいとか言われてたけど目つきとツンツン頭で、初期から似てる認定も多かったぞ。というか初期はミスリード狙ってたと思う。傷もあるし硬派系だから言動と表情込みだと似てる印象にならないんだよな。ライナーとレイの巨人くらいの偶然似てるだけだと思ってたわ。めちゃめちゃ関係あったわ。偶然似てるだけではあるんじゃないか。ライナーの剣と違って普通に他人だし。お前のせいだわ、笑っちまったからクリサーカスのフェイスレスかよ。ヒーローズライジングで雷に爆豪のかっちゃんくんって呼ばれてたけど、ホリーやっぱり今回めちゃくちゃ映画2作目意識してんな。映画。雷のセリフ気に入ったんかホリー。爆豪とデクが手を繋いでぐるぐるしてたのもライジングからのやつだしな。自分より格下だと思ってた相手にいっぱい食わされるのが一番頭にくるのは人間心理的。ヤシュリーに苦戦してそうやめたコバメンバーの活躍期待したいな。先生たちどこに飛ばされたんだろう。当たり前にオールフォーワンの口からダークシャドウの名前出てくるの驚くわ。常闇くんすごい子なんだな、知ってるけど。ヒロアカって本当に面白いですね。皆さんの今後の考察も教えてください。それではさようなら。高評価チャンネル登録も、ぜひお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。